はい。それでは今回はですね、回数標準形ということで、この、このスライドの最後になりますけれども、2の m×n 行列は、行及び列に関する列が入ります。今までは行だけでやってきたんですけども、列も加えると、列も加えると、こういう形に絶対できますよと。なあ、これややこしそうな形してますけど、非常に簡単です。 え、ここのも例がありますように、要するに対角線に1が並んでいる。つまり、ここのブロック分けしたときに、このブロック分けしたときに、ここのところが単位行列になってますよ、ということですね。で、あとは全部0ですよ、と。そういう形だということですね。で、その単位行列のサイズは、サイズは、このブロックのサイズは、ランク R になってますよ、ということですね。はい。ですから、ランク R が決まれば、行と列に関する基本変形で、 必ず、こういう形に、R、ランク R の、この回数標準形にできますと。まあ、そういう意味で、回数が同じ行列はすべて、この形にできると、こう言ってるわけですね。はい。一応、この例をちょっと見ておきましょう。はい。まあ、行に関して、まあ、1階段行列に変形できることはもうすでに見ましたので、これが、まあ、こうなったと仮に仮定しましょう。この後、列基本変形を加えます。列に関する基本変形をやっていきます。 そうすると、例えば、ここを使って、今度、こっちの行を吐き出すわけですね。そうすると、ここ全部0にできますね。0にできます。で、同じように、この E2 がありますから、この E2 の1を使えばですね、全部こうこう0にできますね。0にできますね。と、同じようにして、こうやっていけばですね、結局、このランク R の1行目から R 行目までですね、のところは、その E1 から ER を使ってですね、の、ピボットの 1>, 1を使ってですね、すべて吐き出しによって0にできますね。そうすると、この、基本ベクトルと0ベクトルが、まあ、あの、並んでいるという状態になります。はい。なので、あとは列の並び替えという基本変形を施せば、まあ、必ずこういう形にできますと。で、この際、当然、e、E1、E2、E3、ER まであるわけですから、E1 から ER がこう、順番にこう、先頭に並べて、やれば、こういう形にできますと。ということになるわけですね。 はい。ということで、全ての行列が回数標準形という変、えー、形に変形できて、その回数標準形の R がその行列の回数になるわけですね。ですから、行列をすべてその基本変形で一番シンプルな形に変形すると、行と列を使うと、ランク R だけで決まってしまうこういう行列になると。こういうことですね。そういう意味で、まあ、標準的な形だと。回数のみで決まる行列の標準的な形だということを言ってるわけですね。 はい。次の行列を回数標準形と基本行列の積で表せ。これちょっとあの、すごく計算量は多いので、えー、もうここではもう皆さんにやっていただくのはちょっと大変なので、ちょっととりあえず回答例を見ていってください。えー、まずですね、この A を基本変形しますで。ここで基本行列の積とで書けるわけですけども、基本行列の積を全部記録していきます。はい。まず A の1行目と2行目を入れ替えるという操作をしますので、R412 を左から書けます。次に、えー、この2つの P4 型の行列をかけます。これは何をしているかというと、2行目に1行目のマイナス2倍、4行目に1行目のマイナス4倍加えるということで吐き出しをしているわけですね。で、その結果がこの形ですと。こういうわけですね。で、さらにこれに3、2と、今度は2行目の3を使って吐き出してっていうふうにやっているわけですね。で、この、ここの、この部分を、この3を使って、下、下側を吐き出すということをやっているわけですね。 で、さらに、上側の方も、まあ、まあ、下側だけ吐き出してんですね。で、とりあえず、そうすると、これ、今、ちょっとこれは簡単なように、こうなってますので、こういう形になりますと。はい。まあ、ここ316、316、62、12と非常にちょっとか優しい形になってますので、これ全部消えるわけですね。ということで、これ、列基本変形を加えてますね。えっと、これが、ここが、ここが終わりですね。ここまで行ったんですね。ちょっと戻って、え、これ吐き出すと、この形になるんですね。で、今度はここまで行ったので、 もう、これ飛躍階段行列にしてもいいんですけども、ここ316で3で割ると3分の1が出てきちゃって、ちょっとややこしいので、列基本変形もしちゃいます。そうすると、ここがもう全部こう、ひょっとこう、吐き出して0になるんですね。で、ここに、まあ、1がありますので、この1を使って吐き出しして、あ、これ交換ですね。1列、2列目と3列目を交換して、で、その2列目、22成分の、まあ、1を使って、行に関して吐き出しすると。 いうことで、最終的にこの442という回数標準形に変形できたんですね。で、この回数標準形が、まあ、この回数標準形がこの行列の、まあ、標準形ということになるわけですね。で、ここまでを辿ってきたので、ここを、まあ、逆に辿っていくわけですね。順番にやっていきます。まず、A はですね、A は、この A3。ここ、ここから行きますか。ここから行きますか。えー、ちょっと場所がないので、ちょっと一,一気に走ってますけども、A3 に対して、 どうしてますかと。A2 イコールにすると、A2 イコールすると、これの逆行列はこう1と1にすればいいので、ここを1にすればいいので、1、1にして、で、えっと、左からこう、入れ替えてかけるんですね。まあ、ここは別に順序入れ替えられますけど、あの、かけてやると。で、ここまでが A2 ですね。で、この A2 をさらに A1 にするために、これをかけてみますね。これで、ここをかけ、これの逆行列をかけることによって、ここまでで A1 になって、で、最後にこれを、 これはまあ逆行列、これ自身ですから、これかけてやると、A という形ですね。で、この A3 をさらに戻していきます。今度、こっから先ですね。こっから先で、この、この部分で、これ戻していきます。そうすると、A3 っていうのは、まあ、A3 だけやると、こういうふうになりますと。この F422 に対して、こういう列、基本変形の逆行列を全部かけたものになっていますと。で、こういうところをつなぎ合わせると、答えが出ますよと。こういうことですね。 A という行列を回数標準形と基本行列の積と。ややこしいですね。はい。まあでも原理的にこういうふうにしてできますよということですね。つまり回数標準形と2の行列は回数が分かっていればその回数標準形と基本行列の積として全て書くことができるというふうに言うことができるわけですね。はい。それでは次回はですね、いよいよ連立一次方程式に行きたいと思います。